じゃあ結構楽しい青年時代だったわけですね。そうですね。うん、まあ、でそのそ時のは、中はでい。水のようだったとおっしゃるんですけど、何かでも刺激さ、水はあらゆるものにこう影響を、与えることもあるかもしれないけど、受ける側でもあるんだけれども、その中でも一番刺激を受けたことっていうと。刺激を受けて、それがね、もう記憶にないんですよあ、ね。本当に、それはちょっとすごいです記憶にないね。んですよね。例えばそう。こう学校の先生で影響を与えた人とか、神田さんに影響を与えた人とか、友人とか、何か出来事ですごく刺激を受けて今の自分があるとか。ないんですよね。ない。いや、先生たちもすごく面白い先生たちで、なんていうの、でも、だからすごく自然にいたんじゃないですかね。なんか自分が思うままに育っていったというか、なんか衝撃を受けることって、なんか今までにないもので頭を殴られて目覚めるような感じじゃないですか。そういうのはあんまないんですよね、だからその頃。だから本当に、まあ、水を流すみたいに、普通にその道に沿って流れていったような感じの記憶なんですよね。今の神田さんを見てると、もう本当に真逆のようそうな感なんでじがすするね、んだけ逆に。ど、何そがうなんですそう、よ。じゃあ今の人格を形成したんですか？それは青ね、年期じゃないとすると。でもまあ大学のもっと広い世界に出た時ですかね。変わって、まあ一本の川、まあ一本の例えば流れてって、で急に海に出るじゃないですか。急にじゃないけど、そっからなんか変わってた感じですね。だから6年間大学時代、じゃあ中学校、高校の時は、本当に一本筋の川で上から下に流れるだけっていう感じでしたね。で、やっぱり大学に出るともうちょっと雑談になるし、で、中高はやっぱ思春期がもう6年間一貫で、大体メンバーも同じで、だから本当空間としては閉鎖してるじゃないですか。だからあんまりそういういい意味でも悪い意味でも刺激っていうのは少なかったと思うんですけど、それがいきなり、ね、思春期をそこで過ごして、それをその後にいきなりその6年間の沈黙をそこで経て、いきなり解き放たれるわけじゃないですか。そこですかね、やっぱり。大学はあれですか、一人暮らし、一人暮ら家しです。からご家自元宅を離れ離れて、そうてで一す。人暮らしだったわけではい。すか。で、割と衝撃でしたね。まあ、親元を離れると、やっぱり親の影響とかがなくなる、良くも悪くもなくなるんで、あと自由じゃないですか、もう何をしようがある程度。そこで、何をしようって。もう、海に出ちゃったけど、もう上から下に流れるわけではないことがなくなったけど、この先どうするのみたいなことを急に突きつけられて、で結構戸惑ったんですよね、最初は。あまりにもこう川みたいに狭くて流れてるわけじゃなくて、もういきなり360度海水平線みたいな感じになっちゃったんで、でそっからいろいろまあどうしようかなと。まあ、医学部行ってたんで、そこはもう自然に、なんとなく自然に決まってたんですけど、でもなんかそこだけじゃない気もして、その頃も考えてましたね。ごめんなさい、この間もしかしたらそういう話題があったかもしれないんはい。ですけど、その医学部を選択なさった理由っていうのはどういうところにあったんですか？やっぱ進学校だったんで、まあ、東大か医学部みたいな感じの学校だったんで、まあ、でも全然みんな割と勉強してなくて、本当に遊んでて、まあ、する人はしてたかもしれないですけど、
全然そういうなんていうんですか、ガリ勉っぽい感じがなんかなくて、でそのまま勉強しなくて僕は浪人したんですけど、国立の医学部に行ったんです。はいはい、あ、じゃあ科目がいっぱいあるから大変ですよね。まあでもそれも自然で、うん、私立はちょっとお金がかかるので行けなかったので、うんうん、そうですね、そう、まあ勉強してましたね、うん、勉強はそれなりに